Hello everyone, how are you? グローバルクリエイティブカナダ english head coach の大輔です。今日も一日一シチュエーションを一緒にやっていきましょう。今日の表現は。こちらです。where can i catch a bus to the central park?。where can i catch a bus to the central park?。where can i catch a bus to the central park?。 どこでセントラル公園の行きのバスを捕まえることができますかという文章ですねここでのポイントは where can I catch? というふうに3つから成り立っていることです英語での表現で質問はすごく大事なんですが where? この 5W1H ってよく言われている1つの where?「Where」と can I 何々できますかとか、can とか、ここの助動詞ですね。と、動詞。この3つの組み合わせによって、さまざまな質問ができるので、ぜひ、この3つを組み合わせて、皆さんだったら、どのような表現ができるか、どのような質問ができるか、いろいろ考えてみてください。ここでは、Where can I catch a bass? どこでバスを捕まえられますかという文章になっています。Alright?So let's practice. じゃあ皆さんが海外旅行に行ったと想像してもらって、セントラルパークに行きたいんだけど、歩きではいけないと。じゃあバスを使うしかないんですが、どこでセントラルパーク行きのバスが来るかわからないときに、その辺の人を捕まえて聞いてみる表現。一緒に行っていきましょう。 Where can I catch a bus to the Central Park? That's great. That's all for today. Thank you for watching and see you tomorrow. Bye.